皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングは、電子レンジで作れる簡単筑前煮を作っていきます。材料はこちら。材料も結構少なめですね。味付けはめんつゆとお酒だけです。それでは早速、レッツラゴー。まず、具材をカットしていきます。レンコンは皮を剥いて、一口大に。変色を防ぐために、お水にさらしておきましょう。これで OK。人参は火が通りやすいように、細かめにカット。タケノコも同様に。鶏肉も火が通りやすいよう、細かめですね。こんな感じ。これで、下準備は完了です。そしたら、カットした具材をすべてボウルに入れて、酒、コンクライト、めんつゆ、コンクライを加えます。あとはラップして、レンジで加熱するだけです。まず10分。一旦取り出して、よくかき混ぜてさらに10分です。ここやけど注意。電子レンジで作った筑前煮の完成です。見た目は普通に作った時と変わりませんね。肝心のお味の方はいかがでしょうか。それでは早速食べてみましょう。いただきます。いただきます。今回は筑前煮ですけれど、レンジで作りました。すごい、レンジで作れるなんて。今までこう電子レンジで作る系の動画はまあいろいろ作ってきましたけれど、煮物は初めてですね。すごい、煮物初めてだっけ。レンジだと多分初めてだった気がする。果たしてどんな感じでしょうか。味がちゃんと染み込んでて美味しい。うん、美味しい。うん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 、美味しい。うん。あ、なんかちゃんと筑前煮の味がする。うん。調味料はお酒とめんつゆだけ。うん、驚き。普通醤油とかさ、砂糖とか入れるじゃん、もっと。うん、めんつゆがね、とりあえず全部になってくれるから、うーん、楽なんですよね。うん、まあ、ちょっと作るのに時間はかかるけど、ほぼほぼチンしてる時間、うん、待ち時間みたいな、なんかその間に洗い物したりとか他の料理作ったりとか、うん、そうね、うん、レンチンなら洗い物も減るしね、いいね。はい、では今回はレンジとめんつゆを使って簡単筑前煮を作ってみましたけれども、うん、ぜひ動画参考に作ってみてはいかがでしょうか。はい、ぜひこの動画が参考になったと思われた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。お待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。